じゃあまあ一番上に出てきた吉原のコスパラ店っていうところにね、ちょっと選んでいこうと思います。下もまあ50分、1万8000か。まあ一応ソープなら安いんじゃないの？じゃあまずは、イノアちゃん。ざっくりどんな子か見てみましょうか。一応年齢が20歳。で、E カップ158センチの56、84、大型。っていうことで、まあまず芯から見ていくと、あまあ大きな加工、いやあるな。加工はしとるけど、まあ基本ね、写真って加工するもんなんですよ。基本ね、見バレ防止とかいうのもあるけ、まあ一応加工は入るんやけど、まあ、リノアちゃんっていう子を調べてもらったらわかるんやけど、1、2、3番目かな。二の腕の形が明らかにおかしい。えらい膨らんどるよね、みたいな。なのに先の方すごい細くなるって感じで。まあ、ちょっと加工が甘いところあるかな。やっぱり、ま、ちょっと細めには写真を作ってる感じがあるよね。じゃあ、店長コメントとかの方を見てみますか。スレンダーな体型で、やっぱこう、多分スレンダーはスレンダーなんですよね。形の良い E カップで、あら、細身で E カップ、これ難しいな。まあ多分、そうだね、あとは顔かっていう感じだね。顔に関しては何も触れてないよね。まあ、大きな外れじゃないんかな、この子は。多分だけど。まあなんかその、一番の魅力というか、スレンダーな体型でいいカップ。だけど多分スタイルは割といいんじゃねえかなと思う。この子一応当たり状の方に乗っけようかな。一応ここにはね、もう当たり状だけ乗っけようと思うんで。まあ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 、悪くはないかな。だいたい基本ね、胸のサイズがいいとか、いいとか、まあまあ大きめの数回答ときは、まあだいたい外れっていうパターンが多いです。大体ね。だけど、まあ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 、ここでやたら細身をアピールしてるんだから、多分、胸も大きくで、形も切れて良いしね、スタイルいいんじゃないかなと思います。ただ顔がちょっと心配やね。だって何も触れてないよね。笑顔って書いて。3かな？大当たりって感じはせんのよ。あんまり。押し方的にね。ただスタイルが悪くない。みさきちゃん。みさきちゃんどうかな？まあ、まずね、写真なんですけど、あ、でも結構、まあ、写真上は結構可愛い感じかな。割とありなんじゃねって思うけど。身長は低めっすね。150センチの、まあ、バスト。83、55、81。細身な感じするね、多分。あ、結構ありなんじゃない？ちっちゃくて可愛い感じがする。ちょっと写真の感じね。じゃあ、それじゃあ、ちょっと店長コメント見ましょう。うわ、超期待の新星現る。これはでかい。これ結構当たりの感じする。あら、これめっちゃ当たりじゃない？このみさきちゃんっていう子、まあ、正直ロリ系なんかな。やっぱり写真の感じもそうやし、写真もね、そんなになんか大きな加工跡っていうのがないんですよね。まあ、多少はやっぱりいじっとうはいじっとろうけど、あー、俺この子は遊びたいね。ただ胸がめちゃくちゃ大きい感じじゃないけ、胸がないと嫌っていう人はあるかもしれないけど、この子は当たりです。気がどうしようかな。まあ4、5、気持ち的には5をつけたいぐらいの店長コメントと写真の内容やったんやけど、4.5。俺やったらこの子行く。いや、結構いい子多いね。やっぱこの一応激安店っていうだけあって、やっぱりそんなにさ、おらんかったりするわけですよね。はい、いろはちゃんです。身長157センチの F カップ、57、82、21歳。顔は、写真は可愛いね。店長コメント見てみましょう。多分顔は可愛いんだろうね。ただやっぱり俺の中でちょっと気になるところがあって、顔はなんかすごい押してるんやけど、やっぱ気になるところはやっぱり F カップって言ってるんだけど、だけどよ。顔は可愛い系ないんやけど、ワンチャンデブの伏線ありか。おっきいんかな？全然スタイル触れてきてないよね。画面に決めたいけど、あんまり乗っけてないね、写真を。そんなに太くないんかな？ありっちゃありか。うわー、むずいね。店長コメント的にはまあまあ。でも、写メ日記的に見ると、そんなにスタイルも悪くなさそうなの。ってことはだ。ってことはワンチャンありか。ワンチャンあり。ワンチャンあり。はいはい。むず！ちょっとむずい。この子むずい。いやでもまあ、外れじゃないんじゃない？ちょっと不安要素はあるけど、ただワンチャン、多分細いと思うよな。2.5。そこだけ。あ、その不安要素ぐらいかな。写メ日記的には、割と細身なんですよね。ただ、その F カップで、店長コメントにおっぱいしかスタイルに関して触れてないところを見ると、なんか GO とは言いづらいかな。大丈夫と思うけどね。っていうので、まあ2.5にしました。はい。